これは備長炭。ダラーンとならないっていうか、振り袖、柏、かっそり、ぼんじり、つくね、いらっしゃいませ。ご予約はされてますでしょうか。やり方いろいろあると思うんですけど、うちはこの下に尾形を引いて上に備長炭というスタイル。これが備長炭。これは仕込んで溜めといた鶏ガラですね。手羽先です。骨の下を刺すんですけど、それが結構難しいね。慣れてない子だとビロビロになっちゃうんですね。で、中心刺すようにしてます。中心刺さないとこうなっちゃう。くるーんと待っちゃいます。試しにこうやって刺してみると、こういうふうに回っちゃって、うまく焼けない。もうね、バツッと刺して、ちょっとこうやって縫うように刺すんですよね。上下に刺して、で最後ピッと。いや、砂肝で。これは銀皮って言って、この周りの皮なんですけど、ちょっと若干固めなんですよね。これ茹でてポン酢と和えたりとか、そういったところもあります。ハサミです。ハサミはですね、この筋を。
茹でてささみの蒸し鶏風に。これ沸いて約1分ぐらいで火を止めてしばらく置いとくと中がしっとりしちゃうんです。まあ、半生じゃ良くないんですけども、この若干生に近いような感じで仕上げてですね、結構鮮度が良くてですね、プリプリです。鮮度がいいとですね、ダラーンとならないっていうか、ちょっと張りがあるじゃないですか。で、押すとですね、へこむんですよね。これはまあそこそこって。じゃあ初です。でレバーはこういうふうに分かれるんですね。これを落として、これもちょっとごつい筋があるんで、これも落として、レバーもいろいろ刺し方があるんですけど、こちらはこうやって4分割か5分割。だんだん上に大きくして、小さいのが下なんですね。そうです。で、真ん中に一番大きいの。絵的にとかなんかあるんです。理由が、炭がこうあったとしたら、ここが一番火が強いところなんですよね。で、手前の方って弱いんですよ。なんで小さくしてる。で、上の方も若干強めなんで、こうやって上の方に行くにつれて大きくしてるってことね。レバーも刺すの難しくて、ちょっと上で吊るような感じで刺すとやりやすいかもしれない。若干上目ですね。そしてやると串を台に乗っけた時にクルンってひっくり返らない。ハツもやっぱり下から上に向かって大きく刺したいので、ちょっと小さめのハツをですね開いて、この血を取って、このハツの向きがあって、このちょっと吸ってる方は開くとですね、こうビラビラが両サイドに行くんですよ。逆に丸い方を開いちゃうと、このビラビラが中に入っちゃって血を取るのが大変なんですよね。カメラじゃ分かんないかもしれないですけど、実はすごい小刻みに動かしてます。波を、そうなんですか、波打つように。これはそぼろです。だいたいもも7の胸2の鶏油1とか。
としっとりしてます。火は入ってて中がちょっとピンクぐらいが、ささみなんでこんなに柔らかいんですかって言われるんですけど、火を入れすぎたりしないことが一番です。茹ですぎない、焼きすぎない。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。行かないですよ。これちょっと油気の強いもん、お酒振ると。すごい綺麗に焼ける。あのお酒の糖分が焦げて綺麗に広がってだいちゃん。ご飯セットですか？ご飯セットはささみ、振り袖で、あと手羽先レバーに、柏ですね、柏かそり、多分そりになると思います。
回ってしまうと思うんですが、いやまたお時間頃に確認の電話いただければと思います。申し訳ございません。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ご予約はされてますでしょうか。あ、はい、少々待ってください。今ご案内します。これクリームチーズ代表ですけど、これ8タックかな。お願いします。